はい、今回ご紹介させていただくのは国産フェイマスのハワイアンコア材を用いたソプラノモデルですね。 FS8LN をご紹介させていただきます。こちらの 8LN のモデルはですねソプラノサイズになるんですけれども、一番人気の FS5J と比べると若干のこう仕様の違いがあるんですが、こっちが FS5J でこっちが 8LN になるんですが、これよく見るとですね、こういうまずはこういうロゼッタが違いますね。こうサウンドホール周りのデザインが違いますね。まあ、あとはポジションマークも微妙に違いますし、使ってるペグのカラーも違いますね。 5G は白色で 8LN は黒色になりますね。あと最も大きい仕様の違いはですね、フレットのこう、ジョイント数が違うんですね。ちょうどここに来るフレットがですね、 5G の方は12フレットジョイントなんですが、 8LN の方はですね14フレット目にジョイントされているっていう仕様の違いが一番大きい仕様の違いですね。ジョイント数が違うので最大フレット数も違いますね。 5G は15フレットに対して 8LN は17フレットまであります。あとですね、FS8LN はですね、まあ、実は FS5G よりもちょっとこう結構木目の出たハワイアンコア材を使用しているんですね。まあ、これはちょっとたまたま、まあ、特徴的な節が出てますけど、割とこうしっかりとハワイアンコア材らしい木目がしっかりと出た、そんなモデルとなってますね。まあ、グレードとしては 5G よりも高いものを採用してますね。でこのヘッドの付き板もそうですね、結構こう綺麗なものを採用してます。結構 5G はですね割とこうシンプルな、割とこう、まあ、そんなにめちゃくちゃ節が出たような感じだったりとか、まあトラメもめちゃくちゃ入ってる感じではないものになりますので、まあ材質としてのグレードの高いものは 8LN に採用してるって感じですね。でまあお伝えしたように、ペグは黒色ですね。でネックはマホガニー材となっておりまして、で指板はローズウッド、ブリッジはウォールナット材となっておりますね。8LN の LN っていうのはこれで結構ロングネックってこう読まれる方結構多いですけども、まあジョイント数が違うっていう意味でのまあロングネックっていうまあ立ち位置であるので、ロングネック要はソプラノのスケールではなく、コンサートスケールのもう完全にこうフレットの間隔とかも広いコンサートサイズの幻聴があるものがまあロングネックというものになるので、それは FLS2G というモデルがございますね。こちらが FLS2G ですね。はい、もう完全にコンサートのネックがついてますので、はい、もう間隔とかも広くて、まあ、演奏性重視の方がお買い求めになりますね。まあ、特にまあロングネックは最近すごい人気なので、結構おすすめですね。これも、まあ、14フレットジョイントのソプラノの魅力といいますか、まあ、そんなモデルにはなりますね。まあ、やっぱりこう FS5G 同様にですね、このモデルもすごいよく響いて、まあ、ソプラノらしいポコポコした感じとすごいこうバーンと出ていく明るいサウンドっていうのが本当に特徴的なモデルではありますね。こちら FS5G ですね。いやー、さすが 5G ですね。もうこの音は完成されてますね。最強モデルといっても過言ではないです。こちら FLS2G ですね。まあ、結構音の系統は 5G や 8LN と近いですけど、まあ、幻聴が長い分ちょっとこう張りのあるパキンとした感じが結構出てますね。まあ、こちらの FS8LN は FS5G の気持ちちょっとこう演奏性の高い、そんなモデルとなってますね。結構ウクレレの先生方とかでもウクレレ選ぶなら14フレットジョイントにしてくださいってこうおっしゃる方も結構いらっしゃるので、まあ、FS5G の14フレットバージョンっていうところで、まあ、フェイマス自体が本当にこう弾きやすくて、まあ、音もよく抜けるサウンドにはなってますので、まあ、細かい作りですし、多くの方に支持していただいている、まあ、フェイマスなので、まあ、ちょっとマニアックなじゃないですけども圧倒的に 5G のユーザーが多い中で、あまりこう楽器店さんとかにもあんま置いてないモデルにはなるかなと思いますので、まあ、高い演奏性と 5G さながらの明るいサウンド、聴きやすさ、音の良さというところで、こちらの14フレットジョイントモデルの FS8LN、ぜひぜひチェックしてみてください。